2024年2月14日の雑談です、えー。今日は麦チョコを買ってきて食べまして。それでその麦チョコがさ、あのー、昨日雑談で話してどうしても食べたくなっちゃって。そしたら、まあ麦チョコ安いんですよ。100円とかで売ってるから。その麦チョコどれぐらいぶりに食べたんでしょうね。えー、記憶ではもうなんか子供の時の記憶ですから麦チョコ食べてる。美味しい記憶は。 大人になって麦チョコ食べるなんてっていうのあったけど、食べてみたら美味しいっていうのもあるんですが、あの、買ったらさ、ちっちゃいの、100円、今100円で買えるのこれかと思って、昔買った麦チョコの袋の半分ぐらいの大きさになってたのかな。まあ、物価が高くなったからしょうがないかとも思うんですけど。しょうがないね、今、うどん1玉130円ぐらいになってるから。 タ玉百三十円ぐらいか。になってる時代だわな。しょうがない。百円で買えるものなんかもうどこにもない。買えるんだったらもうそれはものすごい、百円の価値が下がくなってるのがある、ね。下がってるから。しょうがないんだけど、麦チョコ食べましたね。いやー、昔を思い出す感じで。えー、よかったね。麦チョコのいいところはやっぱ、あれだよな。 む麦という穀物とチョコレートもカカオ豆からできてるから豆かける豆なんだよなと思ってさ、まあ、それはピーナッツチョコとかでもアーモンドチョコとかでも一緒だけどやっぱ豆は相性がいいんだなと思って <laughs> ポリポリ食べましたあとは僕の胃がちっちゃくなってたりとかするから その、ちっちゃくなった麦チョコでちょうどいいっていうのが良かったね。これ若かったらもうなんか足りないとか思ったりしたかもしれないけど、あれで十分なんだなというふうに思いました。そういう意味ではなんかとても僕は、そのね、胃が弱くなってさ、何食べても胃酸が逆流してさあ、あの、胃薬が手放せないようなさ、肉が食べれないような人になったわけですけど、 食べれないし、売ってるものはすごく少量で、えー、これで満足しろっていうさい、イカの当たり目なんか買ったら今4切れぐらいしか入ってないから、あの100円で買える当たり目はね、えー、もうそんな時代ですから、よっちゃんイカの方がまだいいんじゃねえかとも思いながら、よっちゃんイカって今いくらなんだろう。未だになんか30円とか、 あーあ、ともう多分5円チョコってないんだろうな。だって5円のコストで作れるものなんかないんだから。売って儲けが出ないんだから。うそうだね。10円で、うまい棒ってまだ10円なの。とか、いろいろわかんないことが多いですけど。うーんまあ、チョコ食べたよって話でした。よかった。えっ、ー、と、今日はニコニコ生放送が、 え連続で24時間放送ができるようにアップデートされたそうですアナウンスされてましたまあ誰がするんだろうって話ですがあ僕からするとその8年前にブレス・オブ・ザ・ワイルドの 100%RTA っつうのをやっててその時にその放送枠最大で6時間だから6時間の枠を何回も取り直すっていうねそのたんびにタイマーがこうね 無駄な時間が流れるっていうやつで、うわーってもうね、集中してやりたいのになーっていうのに、なんで放送はまた取らなきゃいけないんだろうなーと思いながらさ、チャンネル生放送だしてる人だけな、24時間以上放送できたりとかして、羨ましいなーとも思いましたが、えー、いよいよ2コ生で、その、24時間ができると。 まあ僕からすると遅いよって話ですけど、まあ、これからやりたい人にはいいんじゃないかなと思います。ただ、心配なのは24時間ぶっ続けで配信するぞとか、寝ない配信するぞとか、あ何年か前にそのドラゴンクエスト1から最新作の11まで全部そのクリアしていくぞって、クリアするまで寝ないぞみたいな配信とかやってた人いますけど。 あんな体に悪そうなさ、3日寝ないみたいな配信とかをあー、まあ簡単に許すようになると、そこで絶対なんか過労死とかさ、無理をしてさ、配信中に死んだみたいな人が現れるんじゃないか。そして、その責任をニコニコ動画が撮らされるんじゃないか、みたいなことをちょっと不安に思ったりはいたします。これ、どう考えても、 その、配信したやつが悪いんだよ。自分の健康管理もできないまんま、その、配信してっていうさ。あ,あと、なんだっけ、ニコニコ生放送で事件っていうと、誰かが雑談配信をしてて、で、その時になんだっけ、タバコかなんか吸ったんだっけ。えー、なんか、ライ、マッチで吸った火が、部屋に燃え移ってさ、その部屋がどんどん燃えていくのをさ、 その、実況してる形になったあれ、えー、とか思い出してあれやってんのは別にニコニコが悪いわけじゃなくて、配信してるやつの不注意だからさ、あの、なんかでもそんなんでもね、うんうん、そういうサービスをしてたあなたたちに落ち度はなかったんですかみたいに言われたりとかするから、ああいうのいつ見てもバカだなっていうふうに思います。責任は明らかに、 そのユーザーの人が悪いのにううその、そのサービスを提供しているニコニコが悪いって言われるの、あれは何だろうね。なんでその発想になるのかっていうのまあまあまあ、売償金商売みたいなもんだろうなと思うんですけど、うん、毎回やってんなと思ったりはいたします。政治家の裏金でもずーっとな、あの、有志な、何が悪いんですかみたいな感じです。そんなのはあの国会の場所で聞いたところで何にもならねえのに。 あのー、あれはいらねアピールだなと思ったりもしますが。ああ、ダイハツ。車のダイハツがあの、車の点検をサボってさ、あのチェックし,まし,しなきゃいけないのをチェックしなくて、でも、そ,それでいっかっつって、どうせバレねえしっていうのでやって、で、バレて、あで、車の工場が止まったと。で、それが、なんだっけ、えー 特定の車に限り、その車作っていいですよっていうことで、えー、なんか許可が出たらしい。トヨタとマツダの下請けの車だけは、うん、や作っていいよってことになったらしくて、えーあ、まあそんなもんだなと思ったりもしますよ。あとは検査機構がどんなに厳しいチェック項目をつけてもさ、どうせまた、 あのバレなきゃいいだろうっ,つって、そのチェック外したりとか、試験を通過してないのに通過したことにするっていうようなことは、これからも出るんだろうなと思うので、なんか、そういうのも込みで、どんな高いものとか、ね、その、信用ブランドで、ブランドで車買うみたいなさ、ホンダの車なら大丈夫とか、日産はもう信用できないとか、まあ、いろいろありながらさ、 なんかさそ,そんなんでもさ、何百万もする車とかさ、一生懸命買うってどうだろうか、って本当に動くのかとか、あとはこれからガソリン車がどんどん少なくなる時代において、っていうか、電気自動車は大して今、役に立たないし、なぜ水素エンジンがこんなにもその <laughs> シェアを取らないのかということも含めてですね。 水素エンジンが一番夢があるけどなぁと思うけど、まあ研究して、商売の採算が取れないんだろうなぁとは思うんですけど、だからっつって電気自動車の電気もどうなんだっては思ったりはするので、最近のその車の開発とかは、まるっきり興味がなかったりしますね。空飛ぶ車だってどうせ、どうせいろいろ、そのね、 あのめんどくさくなるんでしょうっていうのもあるのでうんあれなんですけどまあそんな中でダイハツの工場が再,発うん再開したって話でまあそうでしょうねってうんみんなが欲しいのは安全ではなくやはり金なんだなっていうのをそこで思ったりとかいたしましたはあうんねえ 自家用ロケットで宇宙に行ける時代なんていうのは来ないからな。しょうがないですよね、えー。誰かに頼って何かをするってことだから。なんだっけな何だっけな何だっけな自分でご飯も作れないし、料理もできない人がなんか、なんか、なんかの家電製品で、その、ね、作れなかったってことで、なんかクレームをしたニュースみたいなのがあった気がするんだけど、 気のせいかもしれないので、その話はいいです。えー、っと、よいしょ。どっちの話から先にしよう。コオロギの話から先にしますか。えー、っと、食用コオロギで新しい時代の食生活をなんつの提案してた会社が破産したというのがニュースになってました。えー、みんな虫食べるのが嫌なんだなって思ったんですけど、 僕はいずれ虫を食べる時代になるだろうなぁとは思ってて哺、えー、乳類がその虫を食べるっていうのはさまあ主にあれだな鳥類が虫を食べるのかな、ね、鳥なんかはね虫を拾ってきてヒナに食べさせるんですけど栄養価が高いから、ねうん 僕はその生きてるその生態系の中で、まあ、哺乳類と虫と魚と植物と,と、まあ、それぐらいに分けるとしてさあその哺乳類から一番遠いけども食用として有用であるっていうのがまあ虫だろうなって思うだからその家畜の豚を殺して食べるのはかわいそうって思うけども虫に対して えー、虫がかわいそうとは多分誰も思わないんですよその。見た目もその哺乳類と違うし、逆に言うと気持ち悪いしねむ、虫。虫を食べるなんて気持ち悪いっていうのは、あれは、うん、まるっきりこう、自分のその持ってる、その哺乳類が持ってる要素と違う異質のものだから、それが地球に同居してるわけですから。 ね、本当だったらもう栄養だけで見てさ、えー、栄養のグラフだけ見て栄養になるし、えー、虫と動物は違うんだってことで、えー、虫食べてよしっていうのはどっかで、えーなんだろうね、社会常識になっててもおかしくはないんだけどずっとならないってことは虫食べたら死ぬっていうようなことがたくさんあったんだろうなって思います。あとと到底食えるもんじゃないって昔からその 本能的に虫を食べるという行為を哺乳類が避けてきたということでもあるのかなとは思いますけど。まあそりゃそうだよね。草食動物は虫食わないし、えー、肉食動物だってどんなに困ってたって虫を食わないから何かしら問題があるんだろうなとも思うんですが。うーんなんかねその 去年か一昨年にそにコオロギを食べるための食用のやつを NTT もなんか研究してるみたいなのがニュースになってたりとかしたけどみんなそのたんびにおええー、っつってね虫なんか食べれるわけがないっつってねコオロギとゴキブリは一緒だとかさあね安全面とかあ衛生面どんなんだみたいなことも含めて。 まあ、とにかく拒否反応。それは拒否反応しても、その、まだ食べるものがあるし、見渡せば別に肉はその辺のスーパーで売ってるし、魚も取れるしさ、食に困ってないわけだ。な,なんだかんだでまだ外国の果物とかも輸入して入ってくるしさ、そんなバカみたいに高いバナナだってそんなに高くなってるわけでもない。だからさ、な何でも食える世界の中で虫食べれますと。 だから、下手者好きみたいな人しか、今のところ、こう、手を出してないのが虫というジャンルで。でも、栄養面から考えると、栄養価が高い。ね、からそうだ、あんなちっちゃいもので、えー、さあ、あんなにちっちゃいのに、その、内包してる栄養素がやたら高いんだから、うんこ、こんな得なものはないっていうふうに思えないんだね、みんなね。 今まで常識がないから。だから、おえー、っつって、絶対食べないっつってね。絶対食べないって言う人も、ね、いつか食べるようになるんだぞと僕は思ったりするんですが。そんな中で、そうね、人間の不思議というのは、やっぱりその、海に住む虫みたいなエビ。ねこ、これもなんか気持ち悪い足がこうあってさ。あのー、エビ、ね。エビ、虫じゃん。 <laughs> 僕はあれ、エビって虫だと思うんだよね。甲殻類。えー、でも、エビの、ね、身はプリプリして美味しいとか、カニとかあ、ロブスターとか。あれはさ、食い物として認定するでしょちょ,ちょっとでっかい虫だって。あと、小エビとかさ。小エビも気持ち悪いじゃん、ピチピチしてて。 えー、でもあれはエビだから。あれはエビだから食べていいってさ。エビも虫も一緒だろうと思ってさ。あの気持ち悪いそのね、足とか触覚とかさ。要素としては虫なわけですよ。でもエビの場合はそれをさ、虫ってさ、うん、ね、大きい身のところだけを食べてさ。ほんで火を通せば赤くなったりとかしてさ。うん、エビ美味しいなんつってさ。 カニクリームコロッケなんつってさ、食ってんだから、別にコオロギコロッケだって食えるだろうと思うんですけど、僕はそこが不思議で。えー、その、やっぱ食えるものとして長年親しまれてるからね。タコ、イカ、あカニ、エビ、つのはさ、割とその、豪華な食事に、として認定されてるから、桜エビなんつってなあんなちっちゃいエビをさ、あ エビの踊り食いとかさ、エビじゃないけど、シラウオンの踊り食いとかさ、気持ち悪いと思わないで、そういうもんだってって食ってるような人がさ、虫だけは嫌だっつうのはどうかなと思ったりはいたします。ここだね。日本人はエビを食うのに虫は食わないっつう。この,この,このロジックが僕はやっぱり理解できないので。えー まあそういうことなんだよね。常識で、常識でこれは食っていい、これは食っちゃダメ。犬は食っちゃダメ。だから犬食ってるような民族は怖えんだ、なんつってね。肉は肉だろって話なんで <laughs> あの。僕はそう思うんですけど、悔いはしないけどね。だから、牛とか豚は良くてなんで犬はダメなんだ。犬はペットだから、可愛い,いから。 じゃあ豚はかわいそうじゃないんですかっていうさ、それ用にこうね、飼育されてる豚にはそういう感情は湧きませんっていう人の方が僕はおかしいと思うし、命はありがたくすべてこう、ね、いただいた方がよろしいんじゃないのかなーなんていうふうに思います。いただきます。ということで、えっと、あれだ。いただきますね、今話題変えますけど。 その「孤独のグルメ」という漫画がありドラマ化されそしてあれは漫画と全然違う形でドラマ化されそして大人気になりそこまではまあいいとしようあの昨日ね夜中にねあのドラマやっててそれはね営業マンが割といろんなご当地に行ってそのご当地でお土産を買ってきて その買ってきたお土産を新幹線の中でいただくことが市場の喜びだっつうドラマやってて。で、これドラマ始まった時に、その、能登半島の地震で、その,あの、の頃が放送日でさ、で、その、撮影したのはまだ地震にあってない能登半島の,のお土産買ってきてくうて。だから、テロップにこう、その、 能登半島の地震とは全く関係ありませんというか、その前に撮影したものですみたいなことを断りをしながらドラマが始まって。で、まあ今4話か5話ぐらいまで行ってんだけどさ、これ作りがさ、孤独のグルメなんだよね。まあ、こ,これだけじゃない。その、なんだろうその、その、僕はそのパクリ精神みたいなものが、こいつらのオリジナリティのなさってなんだろうってやっぱ思ってしまうわけで。その、 孤独のグルメが生まれる前はあんなタイプのドラマが、まあなかったわけだ。見ても見なくてもどうでもいい。そして、その、ね、滅びゆく定食屋みたいなものでこういうのでいいんだよっつって、その、語彙力のないおじさんが一人で飯屋に入って、その、心の中の声を喋、ね、こう、伝えながら出来上がるドラマ。 で、みんなが見たいのは、その、美味しそうにご飯を食べる、五郎さんでありさ、ね、そ、その中でどんだけその五郎さんが変なこと言っても、それはこの人の心の中の言葉だからな、つので、流してくれて、うん、っていうのを楽しむというさ、よくわからないエンターテイメントが出来上がったわけですよね。で、その後、若子酒とか、あと、学校の給食を食べる、 なんかね先生の独り言で今日の給食はこれだなんつってさやる話とかあとサウナに入って整うっていうことでそのやるやつとか辛いものだけ食べる孤独のグルメみたいなやつとかまあとにかくその,そのパターンを丸パクリしたその深夜ドラマみたいなものがたくさんできたわけでそれまだやってんだっつうのがすごくて。 あのこいつらにはそのプライドとかさ違う話を作るんだっていうことがなくてさその孤独のグルメだけが一個そのあってずっと受けてるっていうのが嫌だ嫌だというかそ,それだったらうちでもやっていいだろうとあテレビ東京でやってたあの恵比寿さんがやってた頃のバスの旅みたいなものとかさ今もうほ他のテレビ局が徳光和夫とか使ってバス旅とかやってるわけじゃんあとその なんかね、バスじゃなくなか歩かせようつってサンドイッチマンをただ散歩させるだけの話とかさ、あね、もうテレビ東京が作ったアイディアをそのまんまパクってくるっていうさ、その、ね、だってそれが世間で受けてるから、あ、こういうのが受けるんだ。じゃあうちのテレビ局でもやろうとか、うちらの方が予算があるからもっといいもの作れるんだろうみたいな感じで作る感じがさ、う吐き気がするね。 <laughs> その、まあ、ナロー系の小説が受けたっていうので、みんなナロー系の小説書いて、どれか、どれ見たって大して差のないナロー系の小説に,になったりとかする。あれと一緒ですよ。あなんかプライドないんだなと思ってさ、これが受けるぞっとそのそのフォーマットを、そのフォーマット自体をこう、理解もしてないのに側だけ持ってくるっていうのが、もう今、横行してんだなと思ってさ、嫌になるね。 あのもうちょっと作り出せばと思ったりするんですが誰も何も作り出そうとしない,いや作り出してんだけど今度はそれに視聴者とか消費する側の人が新しいものを見せられてもそのあんまりにも当たりだらしすぎるとついていけなくなるしっていうのでじゃあ今受けてるやつをパクればいいかっていうその孤独のグルメのただお土産を新幹線で食うような話を 誰が喜んでみるんだろう昨日何食べたなんつってさあの。それはまたちょっと趣旨が違うんですが。いや、これはテレ,テレビ会とかダメなんだろうなと思ったりしますね。それでいいんだって思って作るのね。あの、あとなんだっけ。女の人が一人で家でその酒のつまみを作って食べる話とかさ。その,そ,その話自体がダメだっつうんじゃないけどさ。 何なんだろうな、この、その、全部孤独のグルメの劣化コピーみたいな形で作ってるこのドラマ、何なんだろうなって思うから、僕にもできるようでもないしなと思ってさ、必ずそのキャラクターが無意味な感想を独り言で言うということまで全部踏襲してるのは、あれなんだろうなと思うわけ。僕はその孤独のグルメで、 その、ゴロウさんがなんか、オムライスとか食べた時に、これは、無夫婦だっていう時とかあるのね。意味わかんないの <laughs>。味も表現しねえしさ。なんか、今ちょっと適当だけど、でも、見てる人はわかるでしょ。その、ゴロウさん時々よくわかんない、その、形容をするからさ。これは無夫婦だななんて言うんですよ。あの、ね、その、あれがさ、 そ、そういうところまで、他の番組がパクって無婦札に近いことを言うんですよね。何これって思うのそ、そこでも個性を出さないドラマなんか作ってどうすんだよって思うんだけど、あーそれをね、その、まあしょうがないパクリ分から、あの、カンフーが流行ればカンフーやるし、ゾンビ流行ればね、一周遅れてゾンビやってみたりするし、 月9、ね、ドラマが流行ればみんな月9みたいなドラマを各局がやるしさ、極戦が流行ったら極戦みたいな先制ドラマとかやるし、えー、っていうことなんだろうなと思うんですけど、あまりにもその露骨にパクってその、趣旨のないドラマが多すぎるから、あーまあ、ちょっとへきへきしましたって話です。まあ、アニメも一緒だし 何でもそうだけど、もうこれが受けたって言ったら似たようなの持ってくるってうのはそのまんまだ。だけど、似たようなの持ってきても結局はその一番最初に受けたものを超えないわけで、えー、まあでもね、そのねコナンと金田一少年が同時期ぐらいに受けた時に、やっぱり同じようにね、サイコメトラーなんとかとかさ、あの、探偵物丼みたいなのを、 やたらと漫画でも出たしね。進撃の巨人が受けた後に破壊獣みたいな適当なやつができたりもするしさ。それはもうしょうがない。ヒーローアカデミアやってれば怪獣8号が出るしさ。全部一緒だなというふうには思うんですけど、あまりにもそれに乗りすぎるのどうかなーっていうのをちょっと思ったりいたします。鬼滅の刃が受けた後にもう各、各出版社が 妖怪と戦う話を全部用意するっていうのとかね、気持ち悪いよねって思ったりいたします。まあ、その中で成功した作品があるかっていうと全くないので、えー、そ,そのやり方はその、今これが受ける、二番戦時で受けた作品ってあるあ、ファイナルファンタジーが二番戦時で受けた作品か。 うんね、ドラクエの RPG ブームに乗っかって、後発で出たファイナルファンタジーが、まあ、一時期時代を席巻し、そして今はまた忘れ去られってこともあるけど、まあ、それで言うとやっぱり、まあ、パクリ、パクリというか、うんね、ドラクエの型を借りて RPG やってるだけだからな、ということにはなるそういうことだろうな、っていうふうには思います。まあ、なんか、その孤独のグルメクローンは、 誰が見てんだろうっていうさ、誰が見て喜んで、それをその受け入れてるのかが全くわかんない。じゃあ孤独のグルメずっと見てりゃいいじゃん。孤独のグルメ週に1回見るのじゃ嫌だから、週に何回も似たような番組があった方がいいなっていう人が見てんのかなとか、ちょっと思ったりいたしました。これはもう最低です。最低です。 もっと違うことやれっていうふうには思います。違うことやってたら見ないんだろうけどね。僕もまたね。<laughs> まあ、それが答えかなーなんていうふうにあー思いました。今日ちょっと体調が悪いもんですから。よく喋るね、体調悪いのにね、えー。最後。えー、藤本たつきの漫画、ルックバックが映画になるって言って。 これが昨日そのジャンププラスのチェンソーマン最,最新号とど一緒にその最新号を読んだ一番最後のページにルックバック映画が決定ってなってましてね。いやーびっくりしましたね。ああの今年はだから藤本たつきのチェンソーマンも劇場公開されるし、レゼ編が爆弾女のエピソードがどうやら劇場にかかるらしいっいうのとう、うんえー、ルックバックがこれ6月に公開されるそうです。うん 6月いや、早いなと思ってびっくりいたしました、えー、っとちなみに僕はこの話を聞いたときに一番に調べたのはこれの制作会社がマッパかマッパじゃないかってことです、えー、アニメーション作ってんのがチェンソーマンと同じマッパが作るんだったらおおなんて思うし逆にマッパが作るってなったらチェンソーマンとこう作業分担的に うーんよくないんじゃないかとも思って。で、調べたら別のそのアニメ会社で、今、ちょっとなんだっけ、スクラップブックじゃなくてなな、なんとかっていうアニメ会社がやるんだけどさ。で、まあ、テイザームービーとして、机に向かって女の子、小学校の女の子が漫画を一生懸命描いてるっていう30秒ずっと、そのカメラが動かないで、その机に向かう女の子のその微妙な仕草とか、 芝居みたいなものを見せる。まあ、そのタイトルの通り、ルックバックですよね。背中見せるっていうことで。背中から見える、その漫画を志す、漫画家を志す少女のお話ですよっていうね、のを見せてんだけど、これを見てね、感心したところは、その、机に向かってる女の子は、その、あの、漫画を描いてるときに、 うふん、うふんつって、鼻息が荒くなるの。自分が興奮してるのもあるしせせ、神経が集中してて、自分の鼻息が荒くなってることなんか、もう関係なく机にかじりついて漫画を描いてるっていうさ、あのこれね、すごいその客観的にその絵を描いてる人のこと分かってんなっていうので、ここ,こには感心しましたね。 あのなかなかそんな細かいところまでさ、その漫画家の,その芝居をする人なんかでも、ここまであの表現したものはないから、これはすごく感心した。で、それが、そのなんつうか、まだ周知心みたいなものがさ、机の前に向かってるときに、自分がどういうふうに見られてるかわからない、その本人にもわかんないけど、その え、絵を描いてる友達とかがいて、そ,その人が絵を描いてるときに、隣で、その暇つぶしに漫画読んでるときとかに、こいつ鼻息荒くなってんな、みたいな感じで、見れる、見てる人じゃないとわかんないその状況ですよね。あとは、だから、アニメーターとかが同じ机を並べてさ、ヘッドホンをそれぞれ押しながらさ、 仕事でそのアニメーション作ってる絵を描いてるっていう時に多分そういう発見した人がいるんだろうなっていうのとかを含めてそのここがすごい感心しましたすげえってあこの演出今までないしその絵を描いてるっていうことを分かってる人がこのシーンをこの30秒の CM のところやってんだなと思ってうわーなんて思ってね じゃあ見に行くかって言うと見に行かないんだけど、この <laughs> だって辛い話だから、友達が美,美大にいた後に、その美大にあ頭のおかしい人が来て、殺されてっていうことを漫画にする話だから。辛い話をわざわざ映画館で見に行こうとも思わないので。あとは、 そのまあ、紙的な話ですよね、ポエムみたいな話をうう映像化するんだっつってもさ、この話が映像化になってみたいかって話でしょ。ううまあ、実写化も無理だろうなとは思うんだけど、ううね、実写にするぞつうと、また解釈違いで映像化されるっていうのもあるだろうし、ううまあ、アニメにするっていうのが一番いいだろうなと。 あとは、その、ね、本当にどうでもいい話だから、低予算で作ってもいいし、そんなに力入れて描く場面がないから、そうね、力入れてアニメーションでここの再現ができたら最高だな、つうのは、雨の中、田んぼ道を踊りながら帰るあの女の子の動きというのが、もう漫画で十分表現されてるんだけど、 まあ、あれを完全にその動いてる作品として、あそこでキャラクターが生きてるように描けるかどうかがだけが全ての作品だから。あとは別に紙芝居みたいに動かないカットの連続で作っても問題ない作品だから。まあ、だから短期間でできるんだろうなっていうのもあるし、ね、その、 秘密裏に作ってて、いきなり6月公開ですって出せるそのスピードの速さもそこにあるんだろうなとは思うので、アニメーションの出来自体は全く期待してない。なんで、マッパじゃねえし <laughs>、あの、信用のおけるマッパじゃないので、知らないアニメーションのスタジオなので、余計にそう思うんでね。なんかね、そういうので言うと、まあ、その映画化が決定したっつっても、まあ、 もう僕はそういうのを無邪気に喜べないような年でもあるし、えー、そういうのもね、あの金、だあのこ,これで映画が売れればすごくいいわけだけど、たつきにとってもいいわけだし、これこれに参加した人たちもね美味しいわけですから、いいんだけど、ブックバックどうかなっていうふうには思ってますね。えー 喜んで見に行く客層が見えないので、だってこれ、すごく不幸になる話だから、あの、共和に放火事件を彷彿とさせる、話だからさ、よくないんじゃないかなというふうには思います。それを興味本位でエンタメでみんなが見たがってるって言うんだったら、それはもう、世の中に生きてる人で映画見に行く人はろくでなしだってことでしょ。う こ,これだったらまださ、さよならエリの方がさ、うん、ちょっとエンタメ寄りにはなるし、映画館でかける映画の、うん、映画批判というか、うん、の話にもなるから、まだ、まだ、あれだけど、よりによってルックバックか、っていうのもありまして、うんあ。ちょっとそんなことを思ったりいたしました。はあ、というわけで、 今日の雑談は用意した話は以上ですあー。なんか他に話すことあればですけど、多分ないし、えー、ちょっと具合も良くないので、えー、今日の雑談は30分、40分ぐらいで終わろうかなと思います。ありがとうございました。